皆さんこんにちは、村田治です。ご覧のポスターの絵なんですけれども、私が一応制作させていただきました。実は昨日からですね、10月の15、16、17日と日本脳神経外科学会ですね、岡山で開催されております。そのポスター、それからチラシの絵ですね、制作させていただきました。こちらがですね、岡山コンベンションセンターです。学会が開催されている岡山駅のすぐ西側の場所になります。こちら本会議場というところらしいですね。今準備中ですね。ちょうど学会が始まる前日に搬入をしました。絵をね、持ち込んで、飾り付けということになります。業者の方、スタッフの方がですね、もうすでにボードのところ全部出来上がっているので、私としてはこの絵を飾るだけになります。それからプログラムの方の表紙とかもですね、この絵を使っていただいています。今一応ですね、1時間半ぐらいかかって飾ったところなんですけど、まだまだね、これからやっていただくことがあります。この右側のモニター、大きなモニターがありますが、スタッフの方、こちらでですね、実はYouTube の動画をリピートで流していただけるということで、今準備していただいています。私のプロフィールチラシとかですね、も作っていただいています。大きなモニターですね。YouTube のね、動画がはっきりと見えます。最後にですね、業者の方がスポットライトですねをつけてくださっています。まあ、準備の時の動画っていうのも結構面白いんじゃないでしょうか。プロのね、業者の方、あっという間にスポットライト10個ぐらい、A1 点につき1等ですね、大体つけていただきました。最後に作品を少しゆっくりねご覧いただきます。私の母が担当しました、字を担当しましたので書道ですね。それからこっから絵になります。水彩画があったりしますが、こちらがポスターの絵、ちょっと大きめに出していますけれども、これはアクリル画になりますね。この辺がずっとアクリル画。それから最後、これ動画に出していますけども、 YouTube に出していますけど水彩画。そしてまた母の村田紅葉の書になります。1日目のこれ様子ですね。もうスタートした、これ本会議場、それから展示会場、こういった感じで、学会がスタートしています。絵の方も見ていただいています。いろんな方のね、協力で展示をさせていただくことができました。本当ありがとうございました。ここまでご覧くださりありがとうございました。それでは皆さん、絵で幸せになってください。また次回お会いしましょう。さようなら。Thank you.